受動素子は供給された電力を消費、蓄積、放出する素子で増幅、整流などの濃度動作を行わないものを言う。一方、真空管、軽電気やトランジスタなど入力信号として小さな電力、電圧、または電流を入れて大きな出力信号として電力、電圧、または電流の変化を得られる素子は濃度素子と呼ばれ。 その入力と出力の比率を利得という、受動素子と電源とで構成された電気回路を受動回路という、抵抗器、キャパシタなどの受動素子の製品に使用される値には以下のような標準数が使われる。以前は抵抗であれば2オームとか5オームのような日常的な意味での切りの良い値もあったが、今日ではまず見ない。 このような標準数は一見扱いにくいように見えるかもしれないが、ほぼ等比数列となっているために実際には無駄なく値が揃っているものになっている。標準として国際的にも決められている。一般的には E3、E6、E12、E24 系列程度が引用される。抵抗器では E12、E24 程度までが多く用いられ部品店の 点灯にも常備されている。キャパシタでは E3、E6 程度である。規格上は E192 まであるが、キャパシタの E12 以上や抵抗器の E48 以上は特別に精度が求められる場合以外には使われない。またこれら以外に75オームや600オームなどよく必要になるために作られている値もある。小さな抵抗器などはその表面に 素子の特性を記述するのが難しい。そこで、その特性値を色で表示するようにしたものが、カラーコードである。以下のように、色と値とを結びつける。この表示方法は、国際電気標準会議による、国際規格 IEC62、及びそれに準拠した日本工業規格の JISC5062 で規定されている。カラーコードは、金属飛膜抵抗。 酸化金属被膜抵抗、炭素被膜抵抗などの抵抗器のほか、キャパシタ、インダクタなど、主にアキシャルリード型の受動素子の特性値の表示に多く用いられる。また、フラットケーブルなどの多芯電線の芯線の識別にも用いられる場合がある。なお、表面実装パッケージの受動素子では、一般にカラーコードは使用せず、 特性値を数字やアルファベットで表記する。NTT が使用している光クロージャ中央の白いトレーが光スプリッタ光スプリッタとも呼ばれ、一本の光ファイバーを分岐させるための素子。FTTH のパッシブオプチカルネットワークにおいて用いられる。外部から電源を必要とするアクティブオプチカルネットワークにて用いられるものは濃度素子と呼ばれる。 ありがとうございます。